Peggy 12. Hey guys, welcome to the Dragon Ball Games Super Showcase. We are bringing you a very exciting program. First, let's introduce our two guests. We have Hirano-san, the producer of Xenoverse 2, and Hiroki-san, the producer of Fighters, right? So now that we introduce you, can you tell us a little bit about yourselves and what you did before you worked on Xenoverse and before you worked on Fighters? はい、ドラゴンボール A さんとさせてもらってます。平野と申します。経歴というわけじゃないですけども、かれこれ10年ぐらいかな、ね、前からドラゴンボールに関しては、アシスタントという形で参加の、開発には携わらせてもらってまして、5年ぐらい前からですね、ゼノバースのぐらいから、メインでやらせていただきながら、全体的にこう関わらせてもらう感じで、この5年ぐらいやらせてもらってますというところで、今日はよろしくお願いします。じゃあ私の方、皆さんこんにちは。ドラゴンボールファイターズのプロデューサーの、バンダイナムコエンターテインメントのヒロキです。経歴というほどのものではないんですけど、私もあの平野さんと一緒で、平野と一緒で、ドラゴンボールのゲームにアシスタントとして、10年ぐらい前かなぐらいから、携わらせていただきつつ、ちょうど多分ゼノバースが出たあたりぐらいとかに、エクストリーム武闘伝とかそういうところからドラゴンボールのゲームに、携わらせてもらって、今ファイターズのプロデューサーをしてます。よろしくお願いします。 Okay, so as successful as Fighters and Xenoverse are, they're very different. What was the concept, what was the thought process behind them making like two different types of games? そうですね、じゃあゼノバースから考えると、ゼノバースからっていうか、そこから先は結構近しいコンセプトあるかなと思ったんですけど、基本的には、今までと違うというか、今までなかったゲームを作っていくというところに、佐藤の自分たちが関わっているタイトルに関しては、注力している部分があるのかなとは思ってますね。それこそそれまで、ドラゴンボールって基本的には悟空を使って戦う、ベジータを使って戦うっていうところが大前提にあって、それが多分ドラゴンボールのファンにとって一番の魅力ですし、一番、面白いポイントではあると思うんですけども、結構その対応が結構続いたこともあったので、結構同じようなゲームが出てるところにユーザーが見られている可能性があるなというふうにはちょっと思っていたところもあったので、そういうところで、とはやっぱドラゴンボールってもっともっと違った魅力があるぞと、もっと魅力が広いぞっていうところはずっと感じていたので、そういうところで、ゼノバースに関しては、自分自身じゃなくて、悟空じゃなくて自分自身が戦うとか、そういった新しいコンセプトしてますし、ファイターズね、格闘というところもあったので、そういうところで、あえてやってるというか、ジャンルを分けてしっかり、多くの人に届けていくってことを心がけて、作っていたところはありますね。特に私はファイターズの担当なので、ファイターズに関して言うと、ゼノバースはちょっと割とその今までのドラゴンボールゲームから遊びを大きく変えていったというか、そういうイメージがあったんですけど、ファイターズって実はその 2D 格闘ゲームっていうのがそもそもあるジャンルで、古くにはスーパー武道伝とか本当に古くドラゴンボールのゲームとして、あった存在だったんですよね。ただそれをあえて今この時期に持ってきた時にすごい感じてたのは、その 3D の、ゲームがすごく多かったので、 3D でバトルするゲームがすごい、最近ドラゴンボールタイトル多かったんですけど、あえて 2D にした時にその 2D の進化系が 3D なんだってことを、ではなくて、 2D には 2D の新しい進化みたいなのがあるんじゃないかなと思って、今の技術とか、あとドラゴンボールゼノバースでゲームユーザーが広く、大きくなっていたってところもあったので、このタイミングだったらそれが見せられるんじゃないかなっていうので、ドラゴンボールファイターズっていうのを、開発しようっていうところのきっかけになりました。 Alright, so with the intros out of the way, let's dig into Xenoverse 2. Peggy 12.
手に落ちたこれから私は時空を支配する新たな神となるのだ。人間の罪と神々の失敗をこの身に引き受けたのだ。自分でも信じられないほど力が湧き上がった。Alright guys, we are back and we are talking Xenoverse 2. Hirano-san, we have first the free update. Tell us a little bit about what's inside. そうですね。まあ、本当ゼノバースのおかげさまでもう、2年超かぐらいですね、まあ発売者から運営してきて、毎年毎年、新しい、まあ、もう正直ゲームも新しい、まあ、ゲームですね、ゲーム内ゲームも含めて結構大きめのそのアップデートもしてきたんですけども、今回も、2つ大きなものを注入したいなというふうに思ってます。で、1つが、まあ、12月のタイミングで、実装できていると思うんですけども、オレレイドというですね新しいモードになってまして、でもう1個が、おそらく間もなく実装できるかなと思うんですがフォトモードというのを2つだと思ってます。で、オレレドに関しては、そうですね、まあ、かなり、ユーザーさん の, そのレベル、まあ、結構2年もやってきたので、本当、なんでしょう、うまい人とかですね、長く遊んでる人と、本当、始めた人、新しく始めた人っていうのは、結構もうバランスが、結構様々というか、レベル帯がすごく広くなってきていたので、まあ、そういうところで、まあ、そういうレベル帯関係なくですね、もう勝敗というよりはどっちかというとみんなでワイワイできるような、まあ、遊びのを入れられないかなという話をしていて、そういうところで、今回、まあ、自分自身が、まあ、レイド側になるというかですね、ボス側になるようなオンラインの、まあ、非対称の人数の対戦っていうのを、まあ、実現したいというふうに思って考えました。で、まあ、上手い人強い人に関してはもうぜひ一人で、いろんな、オンラインのプレイヤーをこう蹂躙できるようなですねプレイをやってみてほしいなと思いますし、本当始めたばっかりの人とか友達と一緒にプレイしたいなと思う人たちはそういった上手い人に対してですね、まあ、負けても悔しいと思いながらまた続けられるような感じしたいなと思っているので、ぜひぜひ挑戦してほしいなと思っています。で、まあ、これに関しては本当12月に入ったばっかりというか本当入れ込んだということに過ぎないので、今後本当時間をかけてというかアップデートしながら皆さんに本当に面白く楽しんでもらいたいなと思っていますので、ぜひ楽しみにしてほしいなと思っています。で、フォトモードに関してはすいません。本当まだまだ実装できてなくて申し訳ないんですけども、これもまあ、オンラインだと、プレイヤーの、新しい遊び方というところで、結構ユーザーさんが、こう、自分自身のアバターを結構こう、めでるというかですね、こう、例えばツイッターとかで、こう、みんなに披露するような環境で結構、見受けられたというかですね、あ、こんなにみんな自分のこと、自分のアバターを息子のように、娘のように、してくれるんだってことにすごく感じりまして、それがなんかできる、まあ、今度自分の息子娘の写真を撮る感覚じゃないですけど、もう着飾って、まあ、それこそかっこよく可愛く映せるような環境というのを作ってあげたいなと思ったので、まあ、そういうところで実装しようというふうに思って今頑張ってます。まだちょっと調整が必要なので時間かかるんですけども、なるべく早く皆さんに提供できればというふうに思ってます。 Cool. So that's the free update content. Can you tell us a little bit more about the extra pack 4, the two new characters that are included in extra pack 4? そうですね。はい。はい。もう実装されているので、また遊んでる人たちもいると思うんですけども、今まさに12月、日本ではね、12月に公開。それで多分、北米に関してはまだ、ここが前というところで、先に遊べるんかいとかもあるかもしれないですけど、まあ、劇場版の、ブロリーのキャラクターが、まあ、参戦しますというところでやらせていただきました。で、これに関しては本当一重に、去年ですね、身勝手の極意をアニメ、日本のアニメのタイミングでアニメ化というのを僕入れさせてもらった時に本当に大きな反響をいただいて、本当にファンの皆さんに本当に楽しんでもらえたというふうに思ってたので、今回も絶対劇場に間に合わせるぞというところで、頑張ってやってきたものだったので、本当に楽しんでもらえたなというふうに思ってます。で、あともう一つ言えばもうすぐ劇場版公開になると思いますので、これも本当に面白い劇場版になっていると思いますので、こちらもぜひぜひチェックしてほしいなというふうに思ってます。Alright, so that was the new characters, guys. Now we're actually gonna... I wanted to ask you about the future of Xenoverse 2. What's coming up? Is there anything new you can tell us about? まあ、そうですね。今ですごい一生懸命やってる感じなんで、あと未来のことは難しいんですけど、実際本当にゼノバース2を発売するときに、まあ、本当1年間運営しますって宣言をさせてもらってましたけど、その先に関しては本当に、まあ、決まってなかったってわけじゃないんですけど、本当にプレイヤーの皆さんが遊んでくれて、で遊び方がこういろいろなんだろう、
自分たちの新しいそのゲームプレイを入れ込もうって思えるようなその遊び方をしてくれたっていうところも多分あると思っていたので、本当今までついてきたことは本当に皆さんのおかげだと思ってますし、この先この未来に関してもおそらく皆さんがどういうふうに遊んでくれているのかで長くこう愛してくれているのであるならば、やっぱりその後もしっかりやっていこうというふうに思ってはいるので、本当僕らも楽しみにしてますし、ぜひぜひ引き続き愛していただければというふうに思ってます。But now, one issue we kind of want to address, I'm sure you've heard this too, there's a lot of hacks and cheats in the game. Is there anything being done to fix all that? そうですね。本当に皆さん、多くの人に遊んでもらえてるというのは本当にありがたいことだなと思ってるんですけども、そういったものはやっぱりどうしてもゲームにはつきものというか、やっぱり出てきてしまう部分かなと思ってます。で、それがやっぱりそのユーザーさん同士の中で、軋轢になるというか、ユーザーさんにとってのそのマイナスになるって言ったらならば、そこはやっぱりしっかり対応していかなきゃいけないかなと思ってますし、しっかり情報を集めてそういうところに関してはやっていくつもりではありますので、ご安心くださいという言い方がいいかわからないですけど、ちゃんと見てますよというところはお伝えしたいなというふうに思ってます。 Cool, so there you guys go. No more cheating. We are keeping an eye on things. Make sure we want a good level playing field. We are getting these issues reported. If we find out you are cheating, we will ban you from the game. So play fair, play right.Now we're actually gonna move on to something really cool, something brand new. Take a look at this. PEGI 12.時は来た。ここか。なんであなたが。時の海王神。トランクス、あいつを止めて。私は私の正義を遂行する。あいつはまずいことになったわね。シーラスが初代タイムパトローラー？Guys, Super Dragon Ball Heroes World Mission. It is coming to the Nintendo Switch. That was the first time we've shown it. Hirano-san, you're the producer on the game too, right? そうですね。そう気になると思うんですけど、そうですね。一応全体にさせてもらっているので、今回こうやってご説明したいなと思ってるんですけど、実際のプロデューサーは実は別にいまして、今回のどうしても来れなくて、そうジャパンに今ジャパンにいまして、はい、本当に本人も自分の口で伝えたいって話があったと思うんですけど、その魂を引き継いで僕も来ているので、今日本当にこうやった形で紹介できて本当に嬉しいなと思ってますし、本人もそう思っているかなというふうに思ってます。彼は今絶賛開発にもう本当に今注力しているので、そうですね、はい、一回初回の宣伝は我々にさせてもらって、でもう本当もしかしたら、どっかのタイミングでね、ご挨拶できる人もあると思うので、はい。All right, so next big game in the Dragon Ball series,
Tell us about it. Give us a little bit more information. What was the concept behind the game? そうですね。多分それこそ今見ているあの人たちっていうのはあまり馴染みのないタイトルかなタイトルかもしれないですし、もしかしたら知ってる人もいるかもしれないですけども、日本で、カードゲーム筐体っていう、まあ、そのマシーンがありまして、まあ、それで遊べる、ゲームになってまして、でもヒーローズっていうのは実はすごい人気がありまして、で、これが本当に無印から、まあ、Z とか G とかスーパーとか、そして、このゲームの特徴でもあるんですけども、オリジナルの新しいキャラクター、新形態のキャラクターとか、本当発表してないキャラクターとかっていうのがバンバン出てくるっていうような、ちょっと今まで家庭用ゲームで扱ったことないようなですね、展開をしているような作品になってます。でしかもジャンルがですね、今まで基本的には、まあ、アクションゲーム、まあ、格闘も含めてですけども、自分のその操作で戦うゲームだと思うんですけども、今回はそのカードバトルですね、PV にもあった通りカードを使ってこう戦略的に楽しむゲームになっているので、そのあたりでも、まあ、ちょっと今までと違った楽しみ方ができるようなゲームになっているかなというふうに思ってます。内容は PV を見た通りだというふうに思ってますし、ここからもどんどん情報を出していくと思うんですけども、世界観的には結構ゼノバスに近いような、自分自身がアバターになってですね、ドラゴンボールに入っていって、ドラゴンボールのキャラクターたちと一緒に戦っていくっていうようなストーリー設計になってるんですけども、やっぱ特筆すべきはやっぱ先ほどお伝えしたようにキャラクターとか新しい形態とかの選手とかっていうところになってると思うので、ぜひ引き続き情報をチェックしてほしいなというふうに思います。Cool. So that was a little bit about the concept of the game. Now Hirano-san is going to tell us a little bit about the story. Story. はい、そうですね。今回のゲームはなんとって言い方はあれですけども、実は筐体、日本でやってる筐体にも入っていない、まあ、完全新作の、ストーリーモードとか物語が実は入ってますというところですね。で、キーとなるのは、まあ、さっき映像でもちらっと出てきましたけども、まあ、タイムパトローラーと、そして、ドラゴンボールヒーローズというですね、まあ、ヒーローチームっていうのがですね、能力を持った選ばれし選手たちっていうところで、ヒーローズチームっていうのがゲームに出てくるんですけども、この2つがですね、キーとなる新しい物語になってるかなというふうに思ってます。で、世界が、実はこの今までドラゴンボールデノバースとかファイターズに関しては基本的にそういうこと Z をベースにしたドラゴンボールの世界っていうところを描いていくというふうになったと思うんですけども、今回実はちょっとさっき見てもらった通り、見たことねえよというような感じかなと思うんですが、通称、PV の中で言うと現実世界という場所が新しい、世界観、新しい舞台になっていまして、ドラゴンボールの世界の、キャラクターたちが、伝説の偉人みたいな形でこう崇められているというか崇拝されているような世界観で物語が進んでいくという形になっています。そういうところも込みで、先ほどちょっとお伝えしましたけども、それこそもう今までドラゴンボールのこの家庭のゲームで表現してきたキャラクターとかよりもですね、それこそ、新しい、新形態ですね、見たことない新しいキャラクターとか新しい形態とか、そして新しい世界観というところでのさらに全く新しい物語というところで、本当に皆さんに本当新しい、もう今まで見たことないものを提供できるというところ、物語ですね、提供できるというところはやっぱり一番面白いかなと思ってますし、ぜひ楽しみにしてほしいなという思っているポイントかなというふうに思います。 I can't wait to hear more about it. I can't wait to play it myself. One thing I did notice when we were watching the video、It has a resemblance to Xenoverse. Is there a link between Xenoverse and this game? And if I've never played Xenoverse, can I still enjoy it? そうですね。ちょっと前提の情報としては、Xenoverse も、そして実はヒーローズも、実はさっきの Xenoverse というかですね、タイムパトローラーの、場所になっているんですけども、タイムパトローラーっていう実は設定というかですね、その世界観っていうのは実は両方とも共有はしていまして、実は両方とも出てくるものであるので、全然不思議な話じゃないというか、自然な話なんですね。ただ、今回改めてこう取り上げさせてもらった理由ってところは、それこそヒーローズ自体がですね、もう日本で、8年ぐらいですかね。8年ぐらいやってるものになるので、本当に膨大な、設定とか、物語っていうのがもう詰まってる作品ではあったので、その中で、皆さんに、なるべく伝わりやすいようにというか、皆さんに、理解してもらえるようにというところで、まず、その中にもある設定の中の一つ の、そのタイムパトローラーと言われるところを、まずその物語の冒頭、冒頭の軸として皆さんにお伝えして、見せていこうと思っているだけであるので、もちろん全然遊んでないというかゼノバース遊んでない人ももちろん全然楽しめますし、もちろんゼノバース遊んでる人たちも新しい物語として見れるというふうに思っているので、そこは全然大丈夫かなと思ってます。むしろ本当今先ほどお伝えしたそのこの新しい世界観、今僕ら言ってその現実世界と言われている場所と、ドラゴンボールの世界っていうのが、どういうふうにこう新しくこう混ざっていくのかというところを本当に一から楽しんでもらいたいなというふうに思います。 So there you go. If you've never played Xenoverse, you can still enjoy Super Dragon Ball Heroes.
moving on, I wanted to ask about, so the game got announced, like, it got announced in Japan before it got announced here, and everybody was debating, you know, is the game coming out here? Why did you decide to bring Super Dragon Ball Heroes here? 3DS の時代から、何作だ、3DS でもう3作出してるんですけども、ずっとその、まあ、ワールドワイドで展開したいっていう思いに関しては、まあ、ずっとあって、いつかやりたいというふうにずっと思ってたんですけども、ようやくスイッチというハードが出てきて、でそして、ドラゴンボールヒーローズも、新しく、まあ、長い歴史の中でスーパードームヒーローズという新しい、段階に入ってきて、ちょうどこのタイミングがしっかり合致してですね、やって出せるという環境が整ってきたので、皆さんの声もすごく聞いていたのはもちろんありますし、デノバスの、インタビューとかも結構ヒーローズがどうなってるんだみたいな、結構聞いた部分もあるので、一体出したいところがようやく、まあ、身に乗ったというか出せるようになったというところだというふうに思ってます。でなのでスイッチで出しつつ、まあ、海外でより多くの人たちに遊んでもらえるように、そういう PC で遊べるというところも、今回実現しているというところですので、本当に、まあ、皆さんに楽しんでもらいたいなというふうに思ってます。Hirano-san just made a lot of fans happy. The game is coming to PC and Switch. That's amazing. But I still have a few more questions. I know the game's going to be card-based. How many cards are going to be in the game?はい、枚数に関してはですね、本当にすごい多いんで、プロデューサーの方からですね、ぜひ言ってほしい、ちゃんと言ってほしいって話をもらってるんで、ちゃんとめちゃくちゃ細かく言うんですけど、1160枚、そうですね、1160枚ということで、まあ、すごい膨大なカード枚数が入っているので、ぜひ自分の好きな方がいるかなって楽しんでほしいなと思ってます。All right, so that's how many cards.Now, how many characters are in the game? キャラクター、そうですね。キャラクターもですね、これまだ言われておりまして、実際ですね、350体というところで、多分今までの今までのゲームの中で多分最高じゃないですかね。はい。そう、ゼノバースだと100とか、でもすごい多いっていう数になってきてると思うんですけども、うんうん、本当にそれをもう超える本当にキャラクターたちいっぱいいるので、どんなキャラクターがいるんだろうっていう意味でも、ぜひ楽しんでほしいなと思ってますね。That is a ton of characters, but you know what? I don't like playing cards alone, not even if it's solitaire. I need some multiplayer. Is there multiplayer, Hirano-san, in Dragon Ball, Super Dragon Ball Heroes?そうですね、マルチプレイに関しては本当に今回のこのワールドワイド展開というところに対してでいうと絶対成し遂げようというふうに思っていたところであったので、オンラインでのその1対1の対戦というところに関してはもちろん入っていますと。でしかも今回はカードバトルというところもあるので、本当に全世界の本当遠いところのプレイヤー同士も対戦できるような環境というのが、まあ、整えられるなと思っているので、本当にワールドワイドで皆さんでオンライン楽しんでほしいなと思っています。でもう一つ、ローカルの、対戦というのもスイッチ入ってますので、そちらも身近にいる友達同士とかでぜひ遊んでほしいなというふうに思っています。 This game isn't called Dragon Ball Heroes for nothing. There's more than one way to play. You're gonna have that multiplayer aspect. Speaking of more, I want to know more about the game. What other interesting features can you tell us about?そうですね、一つちゃんとここでお伝えしたいなと思っているのがクリエーションモードというのが実はありまして、これは本当になんだろう、自分らしさというかを出せるようなものになってほしいなと思っているんですけども、まあ、自分自身で、ミッションを、まあ、私たち自分で作れるというモードを、投稿できるというですね、モードを実際用意しようと思っています。その中で好きなキャラクターに好きな技をこうはめらこう、装備させられるというか、そうですね、好きなキャラクターに技を当てはめられるというところがあるので、それこそ、サタンがなんだファイナルフラッシュ打つとか、なんかあるファイナルフラッシュ打ったりと か確か18号が元気玉打ったりとか、ああなるほどなるほど、集められるんだっていう、ね、いや、そう元気集められるっていうところで、もう本当イフを楽しむってわけじゃないですけど、うんうん、好きなキャラクターで好きな技を打つとかっていうところでの新しい要素っていうところもあって、まあ、ここからまた新しい情報も全然出せると思うんですけども、そういったそのユーザーの、まあ、新しい楽しみ方を提案できるように思っているので、そこはかなりチェックしてほしいなというふうに思ってます。キャラクターが多いからこそ、ね、できる仕様だったりしますもんね。そうですね、はい、なんでぜひ好きなキャラクターに、好きな技を、自分だけのドラゴンボールを、作れるというか。The creation mode sounds like a blast. I can't wait to check it out. Final words, why should people be excited for Super Dragon Ball Heroes World Mission? そうですね、本当に今日出してきた情報というのは本当一部の一部というところで、プロデューサーからも言われているところがあるんですけども、本当に、ユーザーの皆さんとかのドラゴンのファンの皆さんには、この大ボリュームですね、さっき言ったその350体のキャラクターというところと、あと枚数の1160枚と
というところも含めて、でそしてストーリーモードも含めてですね、いろんな遊び、サキュレーションモードも含めていろんな遊びができるというところがあるので、このボリュームをぜひ堪能してほしいなというところで期待して待ってほしいなと思ってます。でそれ以外のですね、まあ、詳しい話、まあ、この後多分発売に向けていろんな情報を出していくと思うんですけども、そこに関しては本当に、ね、その話をしたいと日本ではプロデューサーがうずうずして待ってると思うのでぜひ多分ファイナルツアーツアーのファイナルとかでも多分やってくると思うんですけども、ぜひ彼の口からですね、その思いっていうのを聞いてほしいなと思っているので、その部分も楽しみにしてほしいなというふうに思っています。 I am super pumped for Super Dragon Ball Heroes World Mission. Check it out. April 5th is when it drops on PC and Switch. Next up is the fighting game frenzy, Dragon Ball FighterZ. Let's hurry up and get this started. And we are back. We are talking about Dragon Ball FighterZ. The hype has been amazing for this game. Hiroki-san, what was the reaction back in Japan for this game? いや、正直ドラゴンボールファイターズが、まあ一番最初に、まあ、お話した通り、そのドラゴンボールってやっぱのキャラクターゲームとして今までやってきたと思うんですけど、もう本当に格闘ゲームとして、まあ、その本格的な、まあ、ゲームユーターに対して、まあ、これを、まあ、出すっていう時に、その本当にこの格闘ゲームのコミュニティに受けられるかってとこがすごい非常に心配ではあったんですけど、まあ今回今、まあ、やっと発売して1年ぐらいですかね、もうちょっとで1年なんですけど、まあ、うまく本当にユーザーの皆さんが受け入れてくれて、まあ、格闘ゲームコミュニティにも受け入れられてるなっていう姿が見れてるので、まあ、本当にちょっと一安心っていうところは一つあります。でオフィス内でいうと、まあ、ちょっとした変化もありまして、割とそのドラゴンボールのゲームって、まあ、その結構そのキャラクターゲームの、まあ、プロジェクトと一緒に話したりすることも多かったんですけど、まあ、今回は格闘ゲームなので、まあ、弊社の鉄拳とかソウルキャリバーとか、まあ、そういったところのチームと、まあ、話したりとかする機会もすごく増えたので、まあ、そこでお互い情報交換したりとかっていうような話も増えたので、まあ、そういったところでちょっとオフィスと、まあ、関係性というかそういうところもちょっと変化したのがなんか まあ、新しい変化になったなっていうようなイメージありますね。You are way too humble. The game has been doing crazy good. The other thing that's actually been well received is the Fighter's Pass and all the different characters. What's your reaction to all the cool characters that have been added to the game with the Fighter's Pass? Yeah, Fighter's Pass が発売してこの間の9月末ぐらいですね、にようやっと、まあ、全キャラFighter's Pass 揃ったんですけど、まあ本当に1キャラ1キャラ出すためにお客様の、まあ、反応がいただけたので、まあ、すごく嬉しかったなと思う反面ですね、まだまだやっぱ足りないっていうお客様の声もすごいいただいて、すごく非常に嬉しい気持ちなんですけれども、まあ、そういったお客様のご期待に、まあ、添えるような展開っていうのは、まあ、先にいろいろやっていきたいなとは思ってます。 Cool. So I'm happy that you're happy about the Fighter's Pass, right? But, and you, well, you actually said you're looking at other stuff. Is the other stuff Fighter's Pass Season 2 by any chance?はい、いろいろ、まあ言いたいことはここまで出かかってるんですけれど、まあ、ぜひファイナルの後に、を、まあ、お待ちいただければなというふうに思ってます。 Guys, I tried. I guess we gotta wait till the finals. But I will not give up. Do you have an update on any updates or improvements that you're gonna work on in the game? そうですね、ドラゴンボールファイターズは、まあ調整もまあユーザーの動向、ユーザーの皆さんの動向を見ながら、まあ、ちょっと調整っていうのを繰り返しているんですけれども、次もまた、先のことも考えてまして、まあ、1回ですね、ファイナルが1月の末に、あるので、まあ、そこをまあいい、まあ、タイミングというか、そこをかけに今度はですね、細かい調整っていうよりかは、
ちょっとバトル自体の遊び方が少し変わるような、システム面の調整っていうのもちょっと今後入れていきたいなと思ってますので、その具体的なお話とかのファイナルの後にさせていただければと思うんですけど、次はちょっとそういうような調整とかも考えてます。 Alright, so it looks like we're going to get some more improvements. I kind of want to move on. I want to talk about EVO, the big coming out party for Dragon Ball Fighters. What was your emotion like being there? Because I know you were there live, you were walking around, seeing all the big crowds and watching the finals. What was your take on the whole event?いやもう正直もうエボデの、タイトルメインタイトルとして選ばれたっていう時にもうなんていうんですかね、もう今までいろいろユーザーの皆さんにいっぱい買っていただいたりとか、そういうところで嬉しいところもあったんですけど、そのエボに選ばれた時のやっぱ感動っていうのはやっぱ一つの目標ではあったので、すごいもう本当に感動して本当に選んでいただいたユーザーの皆さんにもう本当感謝というかという気持ちでいっぱいでした。実際に、エボの会場にも足を運んでユーザーの皆さんの戦いとかも見せてもらったんですけど、本当名だたるタイトルの中で、ドラゴンボールファイターズがメインステージで戦ったっていうところも見た時も本当にお客さんの皆さんの反応とかもすごいやっぱり生で見て感動して、こんなに多くの人がこのファイターズで盛り上がってくれてるっていうのに、もうすごく本当開発チーム一度もみんな言ってましたけど、すごい本当ありがたいなって感謝の気持ちと本当に嬉しいっていう気持ちが本当にたくさんなりました。ただ逆に言うと一つあれを見ていろいろ考えさせれるところもあって、やっぱりその生で見て大勢の皆さんで、観戦をしてるからこそ、ちょっとこの部分例えば見てるこういうところが足りないなとか、そういったところも参考になったので、例えばなんですけどちょっと逆転劇が埋めづらいシステムになっちゃってるかもなとか、そういうところもあったので、さっきちょっとシステム面の調整のお話もさせていただいたんですけど、そういうのを参考にしてもらって、そういうことができやすいような調整っていうところも今後していこうと思えたので、非常に勉強にもなったというところの感想もありますね。 I'm so glad you had a blast at EVO. I did too. One of the most amazing things at EVO was the match between Sonic Fox and Goichi. It was mind-blowing, the battles they were having. What did you think of that final match?いや本当にゴジさんと、ソニー・フォックスさんの戦った時の、やっぱ一番すごい興奮したっていうところはやっぱりそのゴジさんがもともと確かルーザーズから、ずっと上がってきて、それで最終的に決勝戦でソニー・フォックスと、対戦っていうところに非常に興奮を覚えました。そもそも結構エボの前から2人が違う大会とかでも、対戦してる姿とか、結構そのライバル同士というかそういうようなところも見ていたので、そこでエボの決勝で2人っていうところもすごい興奮して、なんていうんですかいわゆるドラゴンボールでいうところの、悟空とベジータみたいな2人の関係性にすごくちょっとこう重なるところがあって、すごくドラゴンボールファンとしても、そのファイターズを作った、一人の人間としてもすごくシーンっていうのは興奮を与えてくれて、我々が本当はね感動を与えるようなゲームを作ってるんですけど、このゲームはそういうユーザーの皆さんとか選手の皆さんのが感動をくれる、我々に感動をくれるっていう、すごくいいシーンっていうのがそこで、できたなと思ってます。でも本当ゴイチさんソニーフォークスワールドツアーでも2人ともドラゴンボールをもうすでに持ってるので、もし2人が対戦することがあったら対戦したら、どっちが勝つかわ、からないんですけど、ぜひドラゴンボール の名シーン の頑張れお前がナンバーワンだってセリフをぜひ言っていただきたいななんてちょっと思ったりしてます。 It was really cool seeing Goichi and Sonic Fox go at it at EVO. They both have a Dragon Ball for the World Tour actually now too. I can't wait to see them in the finals. Can you give us your thoughts on the whole Dragon Ball World Tour? 今実はワールドツアーのサーガーイベント見るとボールを持ってるのが、割とその日本人と、アメリカ人の方が非常に多いようなイメージはあると思うんですけど、実は予選からぜひ見ていただきたいなと思っていて、というのが、本当にトップの人たちと今日本人とかアメリカ人が多いので、この2個が強いのかなというイメージ持たれてるかもしれないんですけど、実はその本当トップ8とかトップ、16位とかのところまで見たりすると本当にいろいろな選手の国の選手が多くいまして、先日も、あるサーガーイベントで見た時もスペインの選手とかイギリスの選手とか本当に
いろいろな各国の強い選手の方が集まって戦っている姿を、まあ、本当に目の前で見ることができたので、本当にやっていってよかったなというと同時に、まあ、その決勝戦だけじゃなくて、まあ、本当にあの予選の時から見ていただくと、あのいろいろな選手の姿見えてすごく面白いと思います。So speaking of the World Tour, the one thing I've noticed throughout this whole thing, even watching it on Twitch and seeing the live and seeing the crowds, is the amount of fans that are loving this game. Can you give a message to all the fans of Dragon Ball FighterZ? はい、本当にあのドラゴンボールファイターズが、まあ、発売して、あと少しで1年っていうところを経とうとしてるんですけども、本当にあのドラゴンボールファイターズ自体が本当ユーザー様もみんなユーザーありきというか、本当皆さんのおかげで、まあ、1年長く続けてこられたっていうところもあるので、まずは本当に皆さんにあのお礼を述べたいというか、本当にありがとうございます。で、ドラゴンボールファイターズ本当に発売してもう開発することにもこういっぱいいっぱいというか、もう本当に長く展開していくのでちょっとこの1年いっぱいいっぱいだったところもあったんですけど、それをやって、まあ、いろいろ分かってきたこともあるので、もう2年目の目標としては遊んで楽しいっていうところは本当に頑張ってきてたんですけど、まあ、今度はですね、もう見て楽しいっていうところにもすごく力を入れていきたいなと思ってますので、まあ、遊んで楽しい、さらに、見るだけでも楽しいっていうようなところを目指して、ファイターズは引き続き開発頑張っていきたいと思ってますので、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。 So once again, thank you to all the fans. It's been an amazing ride all the way down here. We have one more final World Tour event. It is the Red Bull Final Summoning. It's happening January 26th and 27th. Can you guys give us some more info on that? そうですね、ドラゴンボールファイターズが6月ぐらいですかねの、発表させてもらって、その CU から始まって、ようやっと、今度の1月の、ファイナルで、まあ、1回、まあ、全部ファイナルは全部終わることになるんですけれども、本当に各国でいろいろな戦いを見せてもらって、それの本当に最後は集大成だと思ってます。選手の皆さんも、それから大会自体もですね、他のサーガーイベントとまたちょっと違った、まあ、演出とかそういうところも見せられればなというふうに思ってますので、ぜひ皆さん、ドラゴンボールファイターズのファンの皆さんも、そうでない方も、ぜひこのファイナルに注目していただければなと思います。でもう大会だけではなくてですね、ちょっとした新しい情報とかも、ファイナルではいろいろ出していきたいなと思ってますので、ぜひ皆さん楽しみにお待ちください。じゃあ、僕の方から、そうですね、本当今日はツアーのファイナルに向けて、ドラゴンボールのゲームの、まあ いろんな情報ですね、いろんな情報を本当出せて本当に良かったなと思ってます。本当今日はありがとうございました。で、まあ、特にスーパードームヒーローズ、これに関しては、まあ、ずっと言いたいと言いながらですね、ようやくこのタイミングで情報が出せたというところがあるので、本当に一つ、皆さんに、まあ、覚えてほしいなと思ってますし、ここから熱量のあるですねプロデューサーが出てくると思うのでぜひ今後の情報をですね、チェックしてほしいなと思ってます。で、もう一つ、まあ、さっきファイターズがですね新しい情報を出すという話もあったと思うんですけども、本当サプライズじゃないんですけども、ザ・ファイナルですね、まあ、もう一つ、大きな情報を出そうというふうに思ってます。まあ、これは本当に皆さんにぜひ期待してほしいなと思ってますし、待ってほしいなと思ってるんですけども、まあ、ドラゴンボールの、まあ、スーパードームヒーローズももちろん、大きくやっていきながらも、そしてゼノバース2、そして、まあ、ファイターズも、大きくやっていきながらも、また新しい情報というところで、ちょっと、まあ、ちょっと大会としてはですね、格闘ゲームファンというかファイターズのファンの皆さんというところがまず大前提かなと思う質問なんですけども、できればというか、まあ、実はドラゴンボールファン全体というかですね、皆さんに楽しんでいただけるような、情報を持っていけばなと実は思っているので、そういうところも込みでですね、ちょっと期待して、だいぶ上げちゃいましたよだいぶ上げてしまいましたけども、本当に新しい情報、次のステップというかですね、考えているので、ぜひ期待してもらってほしいなと思ってます。で、一つだけ、この情報自体はですね、そのツアーファイナルに向けた新しい情報に関しては実は、まあ、ヒントという形じゃないですけども、まあ、日本で発売されている、V ジャンプですね、シエさんに出させていただける、まあ、本があるんですけども、こちらの方ですね、ちょっとだけこの、ツアーファイナルの、新しい情報というところの、まあ、ヒントみたいなものちょっと出させてもらっているので、まあ、皆さんの手に直接届くっていうのは結構難しいかなと思ってるんですけども、まあ、このファイナルに向け少しずつ少しずつこう明らかになる情報みたいなところですね、うんうんうん、楽しんでもらいたいなと思ってますので、ぜひこう1月の間ですね、ちょっとこうテンションを高めに盛り上がって待ってほしいなと思っているので、ぜひ気にしてください。はい、ありがとうございました。
So there you guys have it. We are going to have so many more surprises. Join us for this last final event. It's happening January 26th and 27th. It's the Red Bull Final Summoning. There's going to be a ton of new info, not just on fighters, but other stuff too. I can't wait to see what shows up at this event. It's going to be crazy. Thank you so much for joining us for this Dragon Ball Games Super Showcase. And until next time, it's over 9,000.